ございます。さあ今日はマジック教室、笠岡はもう何度かいらっしゃったことがあるんですか？4年前に1回来てます。その時もマジックで、うん、そうですね、まあ、今回お呼びしてもらったのはあの教育委員会の方なんですけれど、うん、まあ、その後ろにあの笠岡の子ども劇場さんがいるんですけれど、はい、まあ、そちらの協力もありかなりの、協力体制のもと迎え入れていただいて、ね、本当にまあね、もう鼻息荒くなるような状況ですけれどもね。マジックで、うん、あの皆さんの心を繰り出したってのはいつ頃からなんですか？初めてね、はい、ギャランティーをいただいたのが17の時なんですわ。17の時に初めてやったのはデパートの催事のね、あのバースデーパーティーみたいなそういうところでやったんですけども、それで全国を回り出したのはもうでも10年ぐらい前もあるのかしら。やっぱり初めはあの全国レベルじゃなくて自分の住んでる地域とか、あと自分の出身の小学校中学校とかっていうところを回りつつ、まあ、だんだん話が広がっていってっていう。で、6年前ぐらいに子ども劇場、親子劇場っていうところに参入して、それからわーっと広がってきましたね、全国に。もともとは高尾さんは俳優さんですよね、うん、はい、そうです、はい、TBS の天までとかね、長男役とか、はい、ありがとうございます、はい、でもそこから、うん、あの俳優業ももちろん、そうですね、こういうマジックの世界へっていうのは、うん、どういうきっかけがあったからなんですか？それはね、小学校1年生の時に、うん、あのデパートのおもちゃ売り場にマジックショップ、はい、マジックコーナーってあるじゃないですか、あそこでおじいちゃんにマジックのセットを買ってもらったんですわ、うん、それがきっかけ。普通のおもちゃと違うじゃないですか、手品って。普通のおもちゃ、例えば魚釣りゲームとかいろいろあるじゃないですか。そういうもうそのおもちゃで完結しちゃうでしょ、うん、友達呼んで一緒に遊んでもそれは魚釣りゲームでしかないし、あのなんだろう、手品って買っただけで完結しないで練習しても完結してないじゃないですか。そこでけど人に見せて初めて完結するおもちゃなんですよ。おもちゃだけど一方通行じゃないところがあるんですね。そうで、実際に見せた段階でお客さんが喜んだり驚いたりするのがやっぱり楽しかったですよね、ちっちゃい時から。ということはちっちゃい時の、うん、その皆さんに見せた時、その時の反応がすごい良かったわけですか？うん、そう笑ったりしてくれたり驚いたりしてくれたりね、うん、それがやっぱりちっちゃいながら嬉しかったんですよね、うんうん、じゃあそこからずっとマジックはやってますね、うん、もうだからほら学期末にお楽しみ会ってあるでしょ、あったでしょ。それでマジックなんか披露したら一躍アイドルですよね。そうなんですよ、懐かしいでしょ、お楽しみ会っていう響きが。ありましたね。あれでほら、1年間で 3学期分で3回あるじゃないですか、学期末で、はいはい、で6年生までで、ね、サブ6、18回あるじゃないですか、少なくとも。で18回全部手品やってましたもんね。その3、これが一番大事です。友達を楽しませる。いいですか？マジックや魔法は友達を騙すためにあるんじゃありません。楽しんでもらうためにあります。ね、魔法マジックができるからといって別に偉くありません。ね、まして、ね、マジックに友達にマジックを見せて友達を怒らすようなことをしちゃいけません。マジックを見せてなんだよ騙されたなんて言われないように、たくさん練習して堂々と自信を持って楽しませてください。大丈夫ですね。ね、この3つのルール守ってください。守らないとどういうことになるか、大変なことになっちゃいます。うわ、でもマジックは本当に奥が深いんですよね。完成がないですから ね、お客さんそれぞれ10人といろいろんな、ね、リアクションがあるから、毎回が本番であり毎回がリハーサルであり、ミスターマリックさんなんかはもう枕元にずっとあのマジックの道具を置いてて、寝て夢の中でもやってたとかいう話を聞いたことがあるんですけど、高尾さんなんかはマジックに関してはどうですか？そうですね、あのね、よくね、どうやって考えるんだとかっていう話になるでしょう。で、夢で見たことって意外ととっぴもないことを夢見ません？友達と一緒に遊んでたんだけど、急にその友達がいきなり違う人になっちゃってるとかって夢の中でよくこうあるでしょ、人格が急に。そう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 いうのを僕ね、枕元にこうスケッチブック置いといて忘れないうちに書いとくんですよ。
どんなことでも面白いなと思ったこととか、でそれが結構溜まってて、読み返すとほとんど意味が分かんないんですけれど、中にはこうなったら面白いなっていう、それがアイデアの粒だったりするわけですよ。じゃあそれを実際に舞台上で再現するにはどうしようかって考えていくんですよ。そこからマジックシアターになっていくわけですね。そうなんですよ。そこからようやく見せれる形にどうにかこう頭の中で変換していくんですよね。それはいわゆる手品のいわゆる技術演出っていう部分の頭と、あとはその想像の世界ですよね。だそれをどうにか結びつける、もう一人の高岡一が自分の中にいて、エンジニア的な立場にいて、ディレクター的なプロデューサー的な立場がいて、それがこう一緒に技術とアイデアをくっつけていく作業で、ようやく初めて舞台の上に乗っかるっていう形になるんですよね。で芝居を始めたのが小学校6年生の時なんですよ。で小学校6年生の時に児童劇団に入ったんですよ、ね、自分からやりたいんですよ。エキストラから始まり、ね、あの体育館かなんかで教育映画みたいなのって見ませんでした？なんか例えばゴミの行方とか社会科見学のフィルム版みたいな、ああいうのとか結構出たりとか、あと日本語の正しい使い方とか、そういうのに結構出てて、でまあテレビがあったりいろんなドラマがあったりして、まあで天まで届けっていうことに続いていくんですけれどね、でだからそういう部分でマジックも人前に出ることじゃないですか。で、まあ、芝居はもちろん人前に立って演じることで、共通してるのはやっぱり人前に立つってことでしょう。でどうにかそれをマジック同じ共通項であったら、どうにかそれを2つを一緒にできないかって考えるわけですよ。芝居仕立てのマジックっていうのはあってもいいんじゃないかなと。それを考えてるのがだいたい高校を卒業したぐらい、17、18の時にもうマジックシアターの前の形のものがもう立ち上がったんですよね。それでまあいろいろこう講演しながら、あこれはあまり分からなかったとか、これは良かったとか、反省点が全部改善していって、それで何十年と、もう本当些細なところと大幅に変える変更点をたくさん変更しながら、で今の形にようやくなってるんですよね。だから毎回マジックシアターやるたんびに最新版なんですよ。ストーリーとしては同じなんだけど、そう持ってき方とか、でも今までのね、マジックのイメージとは本当に違いそうですよね。だいたいマジックってもう一人メインの方がいらして、あとは助手の方とかサブの方とか、なんかイメージでは例えばバニーガールであったりとか、なんかこうだったり、ジャイナ服着てるお姉さんが隣に立っていたりとかね、そういうのがね僕ね、どうもちょっとねダメみたいで、舞台に立つ以上みんなが役者であってもらいたいんですわ、自分も含めて。僕は本当手品師の役をやってる高尾光一であって、だからまあ一応マジシャンとは言ってますけど、そういうカテゴリーですよね。もともと他のキャストのみんなもプロなんですよ。そのプロっていうのは役者であったりとか、あの CM ドラマやっててる人とか、あとはダンサーとしてね、テーマパークのダンサーであったりとか、そういうふうにもう毎日人前に出てる人たち、そういう人たちをキャスティングして毎回そういうツアーを回ってるんですけどね、どういうストーリーかっていうのは伏せといて、ここは見どころっていうのをちょっとポイントだけ教えてください。一貫して頭からお尻まで一貫したメッセージ性があって、でそれっていうのは想像できることは現実になるっていう僕の裏のメッセージがあるわけですよ。それがこのマジックシアターなり僕の作る作品に一貫して通ってるメッセージなんですよね。だから小さい子はちょっと背伸びをして、で大人の方は童心に帰ってっていう部分で、ノスタルジックなところもあったりとか、そういう部分でね、あの種がどうのこうのっていうことではなくて、全体を通してそのメッセージを感じてもらえたらなっていう、じゃあ結構ね、もう実生活の中でも、もうできないかもしれないって諦めてる人たちがいるじゃないですか、そういう人たちにももしかしたらできるかもとか言って、そういう元気、僕はね、実際に見に来てくれてるお客さんの夢を叶えることはできないんですよ。例えばね、ある男の子がパイロットになりたい、女の子が幼稚園の先生になりたいって言っても、その夢を叶えることはできないじゃないですか。パイロットにならしてあげるよ、幼稚園の先生にならしてあげるよって言っても、だけどその夢を叶える原動力になると思ってるんですよ、僕のショーを見て。あ、なるほど、こうするこういう考え方を持って夢に挑んでいけばこう成功するんだっていうビジョンを見せられるような、そういう種を植えるとか与えることはできると思うんですよね。忘れかけていた夢が、あ、なるほどって、現実に私も頑張ろうっていうか、
ね、次の明日の活力というか、明日の活力、薬屋じゃないんだから、そう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 、うん、そういうことには原動力になると思ってます。うん、そういう意味ではもう年齢も関係なくて、うん、別も関係なく、うん、どんな人でもね、そう、ファミリー、もうファミリーターゲットで、ファミリーで楽しんでいただけるような商工生になってますから。見て、俺が切れない糸でございます。覚えたい人、じゃあ皆さん次のページ。マジック教室っていうのはシアターの前とかには必ずされてるんですか？うん、そうですね、できるところでは必ずやろうと思ってます。あの舞台の公演とかだったらそれだけとかで終わっちゃうじゃないですか。 あ、 そうですね、あまりやりませんよね、普通の一般の公演だと。だけど、ね、あの母体がそういう部分で、あの子供劇場、親子劇場っていうところでの話で、もうもちろん僕も一般公演やるときはもちろんこういう活動はしないんですけど、うん、特に子供劇場、親子劇場っていうところはやっぱり事前教室ということでね、いろんなこういう交流があるんですよ。そういう部分で僕がね、ただ行って子供たちに話しても、せっかくマジシャンなんだし、ただ話ね、30分も1時間も話もないし、逆に、うん、そういう部分で実際、じゃあもう子供たちに実際手品を体験してもらった方が面白いんじゃないかっていうことで、マジック教室っていうあのプログラムを作ってるんですわ。じゃあもう対象としてはもう子供さんたちのためにという感じで。そうですね、うん、もう小、もう幼稚園の年長さんからね、僕がマジックを興味持った1年生ももちろん入ってるし、うん、もう上はそうですね、中学校もやってますしね、お父さんお母さんファミリーなんか、おじいちゃんおばあちゃんがね、師匠のターゲットとしているファミリーターゲットは掴んでますよね。3世代一緒に来られちゃったんですね。あります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 。うん、でもあの教室の中でも例えば親御さんはね、なるべく手伝わないようにとか言われてたり、あとゴミの方は子どもさんも、うん、子どもさんが片付けるっていうようなこともすごく大切にされてますよね。いやだってそうでしょう。学校じゃあ教えられてくれないようなことがね、実際僕のそういうマジック教室なんかでできたらいいなっていうのもあるわけですよ。だからもうお母さんお父さんなんかがのりをつけるところなんかもう、うん、あそんなにいっぱいつけちゃうつって自分が塗っちゃうもんだから、うん、もうそれじゃいつまでたっても子供がどれが適量ののりなのかっていうこともわからないし、ね、たくさんつければ下までついちゃうし、薄くつければ腫れないしって、それで適量って分かっていくもんじゃないですか。そうですよね、実際体験したり経験してみないと、うん、本当分からないことっていっぱいありますよね。そうそうそう、それをできるだけこう子供にやらしたいわけですよ。だから僕の父がね、あのいわゆる建築関係の大工だったんですよ。だからそういう部分で物を作るとかっていうことが小さい時から何も抵抗がなかったわけ、とりあえず何でも作ってみろ、やってみろ、で手を切るにしても危ない道具を使うにしろ、それはお前が使い方が間違ってるから手を切るんだから、だから手を切らない使い方がきちっとした使い方があるんだから、それを覚えるためにも手を切ろう、手を切って覚えるもんだっていう風な教え方されてたから、そういう部分ではそうよね、取り上げるだけが教育じゃないと思うわけですよ。でも与えるばっかりも教育じゃないと思うけど、適正的な正しい使い方を教えるのが教育だと思ってるわけですよ。子供たちにいろんなことを、ね、伝えたいとは思うんですけど、これを一番大切に一番伝えたいなっていうのはどんなことなんですか？何でもやればできるんだっていうこと。今回のマジック教室もそうだけど、マジックって言うだけでなんかすごい難しそうだったり、やりたいけど難しそうだったりっていうのあるでしょ。だけどそれが実際に目の前で見せて驚いて、で実はこうなってるんですよって言った時に、ああなるほどって、ああこれだったら僕にもできるんだっていうことが他のことにもつながっていったらいいなっていう、そういう思いはありますよね。だから本当にそのマジック教室でやることはちっちゃい突破口かもしれないけど、それが将来どんどん積み重なっていったら、それがどんどん大きな力になってくるわけじゃないですか。そういう部分でそういうメッセージは伏線として隠れていたりいなかったり、いやいるいるいる、そういう意味では実際教室に参加された子どもさんたちがね、あこんなからくりになってるんだっていうところを見て、でステージの大きな、舞台の中での大きなマジックを見たりして、これも何かでも何かあるかもしれないっていうね、想像とかイマジネーションどんどん膨らんでいくじゃないですか。もう探求心ですよね。で考えて、だから想像することが何より大事なわけですよ。もう僕のポリシーとしてやっぱり想像できることは現実になるっていう言葉が僕の中にずっとあるんで、僕の作る作品の中にもそれは必ず裏のメッセージとしてあるんで、もうだから想像するっていうことはさ、人間じゃなきゃできないことでしょ。
ね、そうね、人となって生まれた以上はさ、やっぱりそういうことをやりながらさ、人でその想像力を持ってお客さんを楽しませたり笑わせたり、ね、悲しい気持ちになったりとかっていうことでね、あの喜怒哀楽を全てコントロールできるようになると面白いですよね。それはもう実際あの12月21日の公演を見に来ていただいた時に、はい、もうあの実際に皆さんも体験できるような演出になってますから楽しみですよね。あのもう本当に客席からどんどんお客さんを上げてね、手品に実際にお手伝いしてもらうシーンも多々ありますからね、うん、一方通行じゃなくてじゃないですじゃないです、もう本当に会場の皆さんと一緒にそういう意味ではインタラクティブな感じで、うん、で今から誰がたくさんどれだけ拾うか競争を始めます。よーいドン。教室の中でもゴミ拾いをね、子供さんたちにされるじゃないですか、はいはいはい、あれでやっぱりどれぐらい誰がたくさん拾えるか競争だみたいな感じで、すごくそういうの上手ですよね。あれはね、実際にやりながら作ったんですよ。最初はじゃあもう全然そんな感じじゃなくて、最初はね、あのね、やっぱね、終わった後散らかってるわけで、それをやっぱり、ね、会場の係の人とかが僕も含めて掃除してたりとか、でもちょっと待って、これってね、僕の父の教えとは違うなと。でうちの母なんかも、もうお料理する時の、もう料理できないけど言われてたのが、作りながら片付けていくんだって、うんうん、そうすると常に作業場というか足元は綺麗じゃないですか、うん、だからそうしていかないとうまい仕事はできないよっていうことを言ってたんで、まあそりゃそうだよなっていうんで、どうしたらいいかなって、じゃあもうちょっとあれだけど競争っていう形を借りた掃除をした方がそのまんまスムーズにいくんじゃないかなっていうことで、ああいう形にしてるんですよ。でまあゴミっていうのが非常に僕も嫌なので、まあ楽しかったかけらっていうちょっと綺麗な言葉に置き換えてるんですけれどね、そうするとああいう状況になったんで、ああこれはもうそのまんま台本にしちゃった方がいいなと思ってやってるわけですけど。赤尾さんのご両親ってすごい素敵なことなんですね。なんかすごく影響を受けてる感じですもんね。そうです。もうちょっとね、二人とも他界しちゃったんですけどね。まあ面白いバラエティ豊かな両親だったっちゃ両親だったですよね。いやだって好きなことをこうやらせてくれてね、今こういうふうになれたわけですから、よくまあやらせてくれたなっていう。いや僕ね一人っ子なんですよ。一人っ子なんですよ。そう。ドラマの中ではね、あんだけ兄弟がいるからっていう、ね、イメージそうイメージ多いんですけどね。一人っ子なんですよ僕。あの面白いエピソードは、あの電気屋さん建築だったから。電気屋さんの施工に入るでしょ。そうするとあの人たちって電気が通ってるコードを切るんですよ。電流が流れてる。そうだからそこがプロなんですよ。だからあの人たちって1本ずつ切ってるわけですよ。1本切って1本切るわけですよ。だから絶対的にショートはしないんですよ。だけど小さい時だからそんなことまで観察してないから、でもあの人ができるもんだから僕もできると思っちゃってるから、真似してバチンとやるとやっぱり切る段階でそこでショートするわけですよね。両方いっぺんに切るから、それで怒られてね、油じゃないのとか言われて、それは結構怖かったけど、自分すごい火が出るから、予期せぬ火が出るからね。あと、家のブレーカーを電気屋さんがいじってたもんだから、で OK、大丈夫ですなんていうのがかっこいいなと思ってたから、で自分家のねブレーカーをこれだと思ってバチンと切ったら、もうでまたあれなんか様子が変だからもう一回上げて、そしたら上からもううちの父がね、もう飛んできて、ダラーとかつって飛んできて、これを触ったのはお前かつって、もうこれはもう警察だな、警察に連れてってもうお前もう捕まっちゃうんだからとかってすごい怖くて結構わんぱくポーズだったんですね。なのかもマジックのグッズを売ったりもされてたんですよね。してます僕、あのね天陽っていうね手品のメイクグッズを作ってる会社があるんですけれど、そこで高校生ぐらいの時に、あの東京の銀座の三越ってあるじゃないですか、あそこに手品おもちゃ売り場にマジックショップがあったんですよ。でそこにずっとちょっとねアルバイトさせてもらってて、でまあなんだかんだ結構僕も見せるのが好きだったから楽しんでやってたわけですよ。でそれからそこをちょっとやめて、まあ、役者の方をやりながら、で今度ねその三越の僕その時に売り上げなんてことは全く考えになかったんだけど、ある程度良かったらしいんですわ。で今度羽田空港の、出発ロビーの、お土産の
売店のところで手品のラックがあるんで、そこの売り上げが下がってるからちょっと行ってくれないかって言われて、まあ分かりましたつって行ったのが20いくつだろう、3、4ぐらいかな。で行ったらまあ本当にラックで月、まあ商品単価として500円から上が3800円ぐらいの商品なんですよ。で誰も立ってなくて、空港ですから偉い人がいるわけですよね。で月に4万円の売り上げがあったんですよ。で僕が入ったらこれいくらになったと思います？減ったことはないと思うので減ったら入れないですわ。じゃあ丸が1個増えた、丸 4万だ40万。なあ月ね、350万。桁が違いますね、コンスタントに。それでね、それをね2年半ぐらい続けたんですわ。でもいろんなお客さん、ビジネスマンから修学旅行生からいろんな人にね手品見せて、でもそこでね、あの手品の見せ方はねやっぱ覚えましたね。お客さんとのやり取り、うん、どうやったらお客さんが喜んでもらえるか笑ってもらえるかとか、売ることを覚えたんじゃなくて、手品のコミュニケーションの仕方を覚えたっていうか、それは僕にとってすごい大きなあれだったかな。あるサラリーマンが、なんかこれからちょっと出張でこう、取引先との交渉があるんで、なんかそこで僕話し下手だから、なんか面白いマジックないですか、それを機会にこう交渉を進めたいって言って、ああじゃあ分かりました、名刺交換の場でこういうマジックがありますって紹介して、でも必ず行く飛行機の中で説明書は必ず読んでくださいね、あと自信を持ってやってくださいって出発したんですよ。そういうサラリーマン結構いたんですよ。でそれがもう午前中ですよね、やって、で午後わざわざ到着ロビーが下のフロアだから、本来だったらいるはずのない合わない、そうだけど、その人はわざわざ出発ロビーまで戻ってきてくれて、いやあのね、紹介してもらった手品が、まあ、意外にうまくいって交渉もねうまくまとまったんですよってわざわざ言いに来てくれて、それはね嬉しかった、確かにね、マジックって垣根とか、もう性別とか全部関係ない、そうもう世界中の人がやっぱりここにあるものが消えたりとか変わったりするだけで面白いじゃないですか。もう世界中万国共通なんで、そういう部分では、それはやってて面白いですよね、マジックの一番の醍醐味っていうのは、やっぱり人が見て驚いて笑ってくれるところですね、僕にとっては、それに尽きますよね、だからやめられないよね、遠足なんか修学旅行なんかにトランプ持ってくるお友達もいると思います。そういうお友達からトランプを借りて、こういう手品ちょっとやってみて、そうやるともうモテちゃうからそこでね、覚えたてのマジックをそのおじいちゃんおばあちゃんたちに披露しました。そしたらその時マジックははっきり言って失敗しちゃったんですって。だけどそこでもっと不思議なことが起こりました。普段絶対笑わなかったおじいちゃんがそのマジックが失敗したことを見てゲラゲラ笑い始めた。これっていうのはね、マジックじゃなきゃその笑いを引き出せなかったっていうね、マジック、手品にあるそういう不思議なね、ことも不思議な力もありますから、失敗を恐れないでどんどんね、どんどんやってみてください。で人が集まるとき、いろいろみんなあるでしょ。例えばキャンプファイヤーだったり、遠足行ったりするとき人が集まるとき、ちょっとこういうのやってください。何もそのときにコインじゃなくてもいいんです。で消しゴムでもいいし、手にね、握れるものだったら何でもいいです。先生からお札を借りて小さく畳んだものでも大丈夫です、ね、そしてそういうものでみんなのね、クラスの前でみんなの前でやってみてください。こういうのハンカチとね、手に入るものだけでできますから、こういうのがちょっとできるとモテちゃうはい、ということで高尾高一魔法学校、皆さん無事ご卒業おめでとうございます。21日、今日よりすごいショーがあるんだって。どうしようか。行けた。実際ね、高尾さんのそのマジック教室とかに参加して、こういう風に変わりましたとかって親御さんから言われたりとか、子供自身から聞いたりとかってあります？ね、受験を控えてる女の子が、もう進路どうしようかって言ったんですよ、実際。で、その時にね、その終わった後にちょっと話す機会があって、そしたらね、意外となんか、詰まってた何かが抜けましたみたいな形で、ちょっと受験頑張ってみますなんて言って、そういう子もいたりとか。まあでも実際にもしね、本当に
幼児、ちっちゃい子たち、幼稚園生とか、うん、まあなんかち、ね、大きくなってその子たちが、ね、なんか大きくなった時に、そういえばなんか髪が白い変な背の高い変な兄ちゃんが変なことやってたなっていう思い出の片隅に僕が残れれば、それって幸せだと思わない？すごいことでしょ。だからそこに残ってること自体がすごいことですよね。記憶の片隅に残ってたら、そりゃ嬉しいですよね、やっぱり。ね、マジック教室の教訓なりが、ね、例えば、まあ、今日帰って練習して、まあ、どっかしまうじゃないですか、机の中に。で、大きくなって中学、高校、結婚っていう控えて、で、たまたま引き出し開けたらそれが出てきた時に、絶対もう物が残ってるから、物と記憶がピンとつながるでしょ。やっぱ嬉しいですよね、それって。あ、なんかそんないい思い出あったわっていう。それにのもう記憶のかけらになれるだけでもすごく僕は幸せ。高尾浩一マジックシアター、あなたの心に舞い降りるもの。なんで入んないかっていうと、ちょっと見て。あ、マリコ、